こんにちは、かなです。よろしくお願いします。今日はラガンメイクをやっていきたいと思います。イエーイ。めっちゃね、今もうドスッピンで乱視用のコンタクトレンズだけを今入れてます。今日はカラコンを使わずにラガンメイクをしていこうと思います。今日はラガンメイクってことなのでナチュラルメイクっぽい感じなんですけど、バレにくい二重の作り方もついでにご紹介していこうと思います。ベースメイクとか肌とかっていうのとか、このいつものねノーズシャドウとかシェーディングとかはいつも通りやっていきます。目元以外あんまり変わんないかなと思うので、目元だけを詳しくねご紹介しながらやっていこうと思います。そういえばおでこにニキビができました。これいつも通りのいつものやつ、鼻のベースですね。で、今回のラガンメイクも本当に目元の印象がかなり薄いので、顔の決め手としては凹凸っていう感じですね。この前のナチュラルメイクと同じようにちょっとがっつりねクマみたいな感じで引いていきます。やっていきます。そう、濃いかなって思うぐらいに引くと若々しい感じで可愛らしく見えるので、この裸眼の時って結構ね、あの私の場合目がなんて言うんだろう、黒目がすごくちっちゃいのできつく見られやすいので、今日は優しいような丸目っていうかふわっとした感じのメイクをしていこうと思ってるので、ちょっと今日はね丸くチークを入れて濃い赤っぽいピンクを今日チーク入れてきました。今日は二重テープは使いません。のりだけ使います。で、今日もまつげを貼っていくのでマスカラを結構しっかりめにつけてもらっとくといいかなと思います。いつも私がやってる方法、二重の方法ってのりでテープを貼ってからまぶたにまつげを貼る方法やってるんですけど、それを今日はテープなしバージョンでやっていきます。で、この方法ね結構ナチュラルな感じで仕上がればほんとバレにくいので、二重を作ってないような感じで見えることもあります。ここをちょっとね拭きます。まつげをまぶたに貼っていきたいと思います。まずねしっかりとまつげを溶かします。そしたら D アップのいつも使ってるのりで、のりをここまつげの上のこの部分に貼ってきます。私はねこれぐらい、この爪の幅分ぐらいこう塗っていく感じですね。塗っていきます。乾かし待ちですね。いけたかな、いけてますね。で、このまま二重をグッと貼っていきます。二重じゃない、もう貼っていきます。で、こうポン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 なじませていきます。そうするとねこんな感じで二重がまぶたが持ち上がるんですよ。これすごくない？すごいよねで、いつも通りこうねまつげを整えていきます。こうね、こんな感じです。で、超自然でしょ二重。これここなんもないの、アイプチとかだと思われないので、もう普通にこういう二重の子なんだなっていうふうに思われます。ただちょっとねこうまつげが上向きなんですよ、あの粘膜が見えちゃってるので、ここは埋めていくか、もうちょっとまつげを剥がしてあげると、あのまぶただけをはっつけることができるので、こう粘膜があんまり上がらずにまつげを下げながらまぶただけをはっつけて二重をキープすることができます。これすごいでしょ、この方法。この方法たまたまね、私汚なこのコームごめんなさい、この方法たまたま私がメイクオフ後にあんまり綺麗にね、その時ね当時まだ全然綺麗に落とすっていう技術がなかったので、あのあんまり綺麗にメイク落ちたんじゃなくて、たまたままぶたに二重のを作ってた、メザイクを何重にもして作ってた二重、もうボロボロで超汚い二重の残ったノリにたまたままつげにまぶたがそれでねくっついて、たまたまこういうね二重が出たんですよ。で、え、これすごっ、ラッキーと思ってこれをねちょっとこの方法をやってみました。これねずっと持ちます、この二重は。ちなみにじゃあこっち側もやっていきます。
で、この上からアイシャドウを塗っていきます。ここからはいつも通りのメイクでいきます。この時も私なるべく二重を強調したいので、この二重の線から中は何もとブラウンとかつけずに、この上の方だけこうね塗っていってやってます。こんな感じで一番濃いブラウンは二重の線の上にがっつりかけますね。で、この時まぶたを挟まないように気をつけてくださいね。こんな感じでアイシャドウが終わって、ビューラーも終わった目がこんな感じです。で、ちょっともしまだもうちょっと二重の線が欲しいっていう方は、この上からこういうダブルライナーとかで描いてあげると、よりね二重が強調、これライナー強調されます。こんな感じですね。ちょっとね、先にこっちだけ仕上げていこうと思います。この上からまずマスカラをつけていきます。のりをつけてから、アイシャドウをつけてビューラーをしてからマスカラっていうような感じですね。こんな感じになりました。いつもはデジャブのブラウンを使ってるんですけど、今回はダークブラウンっぽい感じなんだよね。これリアルラスティングライナーっていう K パレット、このワンデタトゥーのシリーズのダークブラウン DB っていうのを使っていこうと思います。ちょっとね、黒に近い、黒っていうか濃いような感じ。先に粘膜をねがっつりと塗っていきます。こんな感じです。で、もう裸眼なのでナチュラルの方が良ければ、そのままライン、ここのね目尻で終わってもいいんですけど、私は結構な垂れ目が好きなのでこういう風にしました。で、目頭は本当もう私は自分の目頭通りに描いたんだけど、今日はねもうこれもお好みで OK です。今ね、ここからこういう風に描いたんだけど、ちょっと眉毛がないから何とも言えないので、眉毛を先に描いていって様子見ていこうと思います。はい、こんな感じになりました。なんか眉毛ない方が可愛くない？気のせいかな。ちょっとじゃあこっちも塗っていこうと思います。はい、こんな感じで仕上げてみました。なんかここの後ろ眉尻が太いような赤ちゃんっぽい感じの眉毛、自然な感じの眉毛って言ったらあれだけど、そういう感じの眉毛にしてみて、二まぶたはここまでラインを引いて、ラインっていうかこのアイブロウペンシルとかの残りをここに引いたのと、あとね、ここの涙袋をちょっと明るいものを上から塗ってみました。こんな感じです。これが私の裸眼メイクです。髪の毛はちょっと直してきて全体を見てもらおうかなと思います。はい、髪の毛を直したんですけど、ちょっと鼻がもうちょっと欲しかったので今描き出してます。はい、こんな感じで鼻は描き出したので、ちょっと最後ねリップを塗って仕上げていきます。はい、リップもつけ終わりました。リップは今日はルブタンの716L っていうオレンジベースのベージュっぽいものをつけて自然な感じに仕上げました。なんで自然な感じかっていうと、裸眼なので、リップが赤とかだとね結構浮くので、全然決まらない感じが。はい、でこういうベースとかベージュベースとか、あとオレンジっぽいリップの方がこういうメイクの時は馴染みが良くなってきます。はい、こんな感じで神宮流の裸眼メイクでした。この二重の方法とかはカラコンの時でももちろん使えるし、すっぴんのまつげでも、作れなくはないと思います。ぜひね、ナチュラルメイクに挑戦したいとか、その裸眼メイクだけどなんか二重が汚くならないようにしたいって方は、ぜひこの二重の方法をやってみてください。